長沼中に切り込んでパスをこう供給。さあ下川自分で右足一閃決めた。下川2ゴール目、愛媛がまたリードを広げました。信じられないぐらいの形ですけど、まあ、ここウイングバック同士のパス交換でこれ長い距離走ったので相手が引っ張ってくれましたし、まあ、自分で右足で持った時にこれ体重移動が多分左になったと思うのでキーパーは、まあ、そんなうまく止めなかったですけども、やっぱりこの辺のやっぱテクニカルなところ、そのペナルティーボックスの近く